アイテム番号、SCP-17JP。オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。SCP-17JP はすべて電話線から取り外した上で、定期限度物品ロッカーに収容してください。SCP-17JP を用いた実験は、財団施設内の独立した内線環境においてのみ認められています。SCP-17JP を用いた実験を行う場合は、レベル3以上の職員の許可を得た上で行ってください。SCP-17JP の分解調査は、現在禁止されています。SCP-17JP の類似オブジェクト調査のため、各電話会社の通話記録を調査し、発信記録のない電話回線について設置場所の確認を行ってください。SCP-17JP の類似オブジェクトが発見された場合は速やかに職員を派遣し、オブジェクトの回収と所有者へのインタビューを行ってください。説明 SCP-17JP は縦 10cm、幅 38cm、奥行き 25cm、重量 68kg の通信機器です。現在25台が財団の収容下にあります。表面には用途不明のスイッチやスライド式のチューナーがついており、裏面には家庭用電源に接続するためのケーブルと電話回線用のモジュラージャックが備えてあります。使用可能な電話回線に接続することで、発信に対し自動的に応答する機能を有しています。SCP-17JP は電源と電話回線に接続することで使用可能な状態になります。SCP-17JP が接続された番号に発信すると、SCP-17JP が自動で応答し、SCP-17JP、A と指定される音声による通話が開始されます。SCP-17JP、A は年齢不詳な成人女性の声で、通話初期は、発信者の名前、ちゃん、ママよ、お利口に留守番していてね。発信者の名前、ちゃん、今夜はハンバーグよ、待っててね、など一方的に話しかけます。しかし、累計通話時間が長くなるにつれ、発信者に何らかの回答を求めるような質問が混ざるようになり、最終的には会話が可能になります。SCP-17JP の特異性は、累計通話時間が63分を超過した時点で、今から帰宅する。という趣旨の発言をし、通話の中断と同時に実態、SCP-17JP、B として、が発信者の使用していた電話機の付近に出現する点にあります。SCP-17JP、B は身長160から250センチメートルほどで、エプロンやスカートなどステレオタイプな母親を連想させる装身具をつけた着ぐるみのような姿をしています。SCP-17JP、B は直前まで通話をしていた対象に、ただいま、など挨拶をし、掃除や料理などの家事を行います。対象が家具の一切ない部屋にいる場合は、膝枕をして子守歌を歌うなどの行動をとります。SCP-17JP、B は1時間ほど家事を行うと、出現時と同様に消滅します。消滅の際に道具などを手にしていた場合は、その場に放り出されます。SCP-17JP が発見されたのは、県、市の集合住宅で、異臭がするという近隣住民の警察への通報によるものでした。異臭の源である部屋に警察官が侵入すると、住民であった、市が死亡しているのが発見されました。室内には、死の遺体の他に、編集済みを含む大量の肉片が撒き散らされており、警察の無線を傍受していた財団職員によって異常性が認められ、関係者への記憶処理を含む介入が行われました。財団職員による捜査の結果、市は SCP-17JP を26台所有しており、そのうちの1台を分解した際に内側から噴出した肉片によって重傷を負い、そのまま死亡した模様です。また、
市の部屋からはホイ A と B に示す文書が回収されたため、類似するオブジェクトについての捜査が行われています。なお、市の身元について調査したところ、勤務先や親類家族の有無はおろか、年前に集合住宅に引っ越してきた時より以前の記録さえ不明でした。回収文書 C の存在により、市の要注意団体への関与が指摘されていますが、現在まで断定には至っていません。なお、SCP-17JP 内に充填されていたとおぼしき肉片について調査したところ、いずれも同一の身元不明な女性のものであることが判明しました。しかし現在まで、得られた遺伝子サンプルに合致する個人は、行方不明者を含めて発見されていません。ほい。回収文書 A。鍵っ子諸君。寂しい君たちに素敵なお知らせ。電話をかけるだけでママが相手をしてくれるよ。今日の出来事をいっぱいお話しすれば、ママがお家に来てくれるかも。電話番号を記入するスペース、今すぐ出る。追記回収文書 A は、市の自宅から2373枚発見された。回収文書 B。全自動テレフォンママ。ご購入者皆様へ、この度は全自動テレフォンママをご購入いただき、ありがとうございます。本機は電源と電話回線への接続のみで、簡単にご使用いただけます。付属のカードにご利用中の電話番号を記入し、配布してください。本機のメンテナンスは不要です。決して分解しないでください。故障の際は不燃物として廃棄してください。テレフォンシリーズの全自動テレフォン友達の導入もご検討ください。回収文書 C。電話、回線、受話器の向こうの、母、ママ、お母さん、マザー、ママ電話、お母さん電話、テレマミー、お母さん、母、電話の向こうにお母さん、お母さんでなくても良いのでは、友達を呼び出すのは普通すぎる。ペット、用心棒、道具を呼び出す。移動先で空気と激突するため、初期ロット販売後に逃走すれば問題なし。そもそも転送プロセスは、転送ではなく生成。5回呼び出したけどわからない。やっぱりダメだ。先に中を見て機能を確かめよう。